ル界のブラック企業闇付きカンパニーです。はい、朝礼始めます。はい、専務取締役のつくもつくです。はい、常務取締役の五条克樹です。はい、代表取締役の村上佳子です。はい、司会とリーダーの清野紀子です。来ました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 。2組目は闇付きカンパニー。ユニット自体が会社というコンセプトのアイドル。2回目の出演となる今回は一体どんな悩みを打ち明けるのか。バッタバイトリーダーじゃない。やりますよ。もうね、バイトリーダーは前回がバイトリーダーだったんで、今回ちょっと昇格してるかと思ったら。俺もそうですね。してなかったですね。まだ社員ではなかったですね。まあ、常連さんということでね、はい、来ていただきました。2回目のご来店ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、またミスターなんかあのお悩みがあるそうですね、はい、まあ、常連さんなんで今日はちょっとたっぷりね、はい、最近困ったこととか悩んでることとかありますか。そうなんですよ、うちのメンバーの、はい、家庭環境がそれぞれ複雑でして、ちょっとそれぞれ聞いてもらってもいいですか。急にちょっと結構ね、結構重いの来ましたけども、ガチなやつ来ましたね、はい、ガチと重くなりましたよ。普段はアイドルたちの中でも明るいイメージの彼女たち、意外にも私生活ではかなりの闇が存在するようで、まずはミカコちゃんのお悩みから。ハーフなんですけど、 お、はい、お母さんがあのフィリピン人で、お父さんが日本人ハーフで、はいはいはい、お母さんが日本に来て20年経つんですけど、はい、未だに日本語が上手じゃなくて、はい、意思の疎通があんまりできなくて。今までその小さい時とかも、あのお母さんとこうお話する時はどうしたの。じゃあ、まあ、簡単な本当日本語で会話しても、あとたまに翻訳とか使います。翻訳サイトで文字を言ってこれこれ。じゃあ、うん、で逆にお母さんの母国語みたいのは味覚と喋れない。マサラップとマガンダって言われて、美味しいとかわいいと。あ、なるほど。でもね、でもいいじゃん。ちょっとアイドルらしいね。アイドルらしいですね。お母さんを褒めるときにね、うん、なんか美味しいって言ったら喜んでくれるんじゃない。でも行ったことないね。言わないか。それはちょっと大変ですね。じゃあもうだからもうこれは多分20年間、うん、ね、こう日本にお母さんいらっしゃいますけど、もっと日本語があんまり上手じゃないってことは、うん、多分ですけどね、これ今後も多分ね、うん、成長ないと思いますからね。なるほど。もうお母さんがね、勉強してくれもらうしかないですよ。だから、ビビの方をね、まあ、お母さんがね、もう覚える気なかったら、覚えるしかないよね、宝くじ。ね、お母さんにも半分覚えてもらう、美香子ちゃんも半分覚える、お互い、お互いで、ね、そうですね、一緒に勉強して、今、スマホって便利な、ね、あれがあるでしょ、携帯ね。一緒に勉強するっていうところで、ね、また会話が一個ね、増えるかもしれないからね。宝くじと日本語と、お二人で仲良く勉強し合ったら、また、親密になって仲良くなるかもしれないし、はい、勉強だけはしたくないみたいな顔しますけど、あでも一緒に勉強しようって出ました。あ、よし、俺はちょっと歩み寄れる、お互いに歩み寄れるんじゃないですか。もう常連さんですから、うん、また次来る時にはどんな会話を覚えてるんですかね。そうね、幻想的なのもね、うん、いただければね、ぜひまたね、お願いいたします。大事だと思いますんで。お母さんと美香子ちゃんがお互いに歩み寄り、両方の言語を勉強してみてはということで無事解決。しかしこれはまだ氷山の一角で、闇付きカンパニーにはさらに深い闇が。それではバイトリーダーキコちゃんの抱える家庭の事情とは。2歳の頃に、うん、私とお母さんが熱を出してしまったんですけど、その時にお父さんが冷え下がってくるよって言って、い買いに行ったまま、うん、未だに帰ってこない。ちょっと待ってください。思わずね、僕とミスターオーラしちゃいましたけど、これ笑っていいのか分かんないですけど、ちょっと一回ストロークやめてください。悲しんでいいのか笑っていいのか微妙なことですからね。はい、ヒコちゃんの悩みはお父さんが失踪したというもの。ミスター伊藤はどのような解決法を導き出すのか。これはちょっとね、結構なお悩みですけども。そうですね、どうですかミスター。今回難しいですけど、難題ですね、これ難題です。これは多分ですね、はい、僕の想像ですけど、はい、冷えピタを買いに行くふりをして、タイプのお姉ちゃんにそのままついてっちゃった。やめてあげてくださいよ。こっちサイドも薄々そうじゃないかと思いますけど。やめてあげて、口を慎んでたんですか。ちょっとミスター、そんなこと言わないでしょ。で、私の解決論としては、うん、パパがね、その女の人が飽きたり振られたら戻ってきますから。あ、
じゃあもう変な話、もうパパはまだまだ心配ですか、いろいろ体が、ね、逆にパパの体が、ね、でもそれは幸せにやってるんじゃないかっていうことですね。そうです、だから事故があるなら、ね、警察なりに病院から電話ありますから、はい、なるほどなるほど。じゃあ無事では、無事では、さすがバイトリーダー、すごい前向きですよねいいですね、すごい前向きに笑ってますからね。どっかしらで元気にやってるから、生きてるならもうそれで、ね、ボロ儲けですね帰ってこなくなったとしてもどこかで元気にやっているだろう。生きてるだけで丸儲け、明るい気持ちで今回も無事解決。続いてはハズキちゃんのお悩み。さすがにこれ以上は深刻なものはないとは思いますが、うちのお父さんも家にはいるんですけど、はい、私が小4の時から働いてなくて、はい、だからずっと家にいます逆にね、逆にその悩みね、過ぎられてもっていう話ね。はい、こちゃんの悩みに対し勝樹ちゃんは逆にお父さんがずっと家にいるというお悩み。果たして解決方法は。僕も経験あるし、ひろちゃんも経験あると思うんですけど、ちょっとやめてくださいよ。なんか巻き込もうとして、巻き込まれ、嫌な気持ちがないんですか、もう。確かに、まあ、危ないんですよ。僕たち一番得意なパターンじゃないですか。なんだ、そんな働かして、あの、はい、っていうのね完全な俺たち自分バージョンじゃないですか、ね、まあそうですね、はい、お父さんがですね、はい、ちょっと仕事しようと思うようなな、アッとした出来事が起きれば、はい、カラッと買うんじゃないか。まあ10年近くないんですそうなんですか。10年ぐらい今お父さんいるわけですね。そうですね。でもそれはもう逆にね、あれだよ、あのバイトリーダーのキコちゃんにちょっとね、うん、見習ってほしいですよ。でもね、確かにいるだけね。そうね、いるだけね、生きてるだけでボロ儲けです今回それぞれの家庭の悩みを暴露した彼女たち。そんなやみつきカンパニーには彼女たちならではのエッセイ理由が。やみつきカンパニーが会社を設立した理由は、かつきちゃんのお父さんをそこで働かせるためだったんですね。いろんな理由があって、みんな会社を設立して、やっぱお金を稼げるために。そうですね。じゃあまあこうやみつきカンパニー入れてあげて、そうですね。そうですね。もうそんだけね、あの仕事しないお父さん多分入らないと思います。結論としましては、かつきちゃんの悩みはお父さんが働かないでずっと家にいるというもの。これに対しミスター伊藤の解決方法は一体。それではお悩みの解決お願いいたします。ドルーパン、あのお母さんが外で仕事をする、はい、でお父さんが家事。あ、逆もいいんじゃない。逆だ、主婦の負の、夫と書いて主婦の負っていうのはありますからね。ありますからね。逆だったらどうなのかなっていう、それもありじゃないですか。ちょっとまあ10年間はその良さ見られなかったです。あ、家にいるだけで何も家事もしないわけね。そうですね。あ、だからまあ納豆がないやつだな。まあ何かしらねやっていただければね、いいですよね。確かにね、何かしらでね、洗濯でもね。そうですよ。でも逆にそういうね、あの父親を見習って、私は会社に入れたかと思ってやめつきカンパニーに入ったわけですから、彼女はね、そうです、若くして、うん、それを考えてよかったんじゃないですか。確かにね、はい、はい、なりましたから。そうですよ。だからお父さんいないのにバイトリーダーやってんだから。さまざまな悩みを持つも明るくアイドル活動をしているやみつきカンパニー、これからも目が離せません。1月29日に